11年式局者不評法とは日本軍が大正11年に採用した迫撃法である。11年式という名称は大正11年に由来している。当時の日本陸軍では迫撃法は砲兵化の管轄する兵器であったため、不評化が扱うために局舎不評法という名称になり、不評法の一種であるとされた。 ドイツ軍が第一次世界大戦で使用した化学兵器発射装置を参考に開発され、方針にはライフリングがあり、発射は追発式ではなく、撃鉄を起こして引き金紐を引くことで発射する方式だった。標準もイムキータで方位を定めて6分儀で方針の角度を決めて発射する簡易な方式であり、標準装置と呼べるほどのものはついていなかった。また、 4種類ある撃計卓等と呼ばれる部品を交換することで所属を変化させることができ、方針の行革に対して弾道の落ち角を広い範囲で選択することができた。1個、分隊10人で運用され、4人が砲と付属品の運搬を行い、6人が弾薬を運んだ。輸送するときは分解せず、田んぼ2本を差し込んで2人で運んだ。 弾薬は11年式榴弾を8発入りの弾薬箱木箱で運搬しており、1門につき即応48発と、後続64発で弾薬定数112発を保有していた。砲と共に移動する即応弾は、人力輸送で1人1箱を担ぎ6人で48発を、定数として、後続する弾薬分隊は馬1頭につき4箱で32発を、打載して、 馬八頭で4門分の256発を運んでいた。不評連帯霊下の不評法中隊に11年式、弊社不評法2門と共に4門が配備されていた。92式不評法の採用以後は次第に更新されていったものの、1941年になっても本法による後発事故の報告が中国戦線から上がってきており、2009の部隊では、 長く使われていたことがわかる。大戦末期にはまた海軍陸戦隊にも本法を保有していた部隊がある。大阪造兵賞第一製造所の調査によると1942年10月現在までの生産数は234問であった。ありがとうございます。